はい、どうも皆さん、ドラクエビルダーズ3、皆さんは期待しておりますか？どうでしょうか？ドラクエの日が終わりまして、数日が過ぎ去りました。で、その際に以前からですね、噂がございましたドラクエビルダーズ、こちらの最新作がこのタイミングで発表となるんじゃないかと、そのような噂が流れておりました。ドラクエモンスターズ3も、発売してから時間が経ち、そして、ドラクエ3リメイク、ドラクエ12、こちらについても本命として、情報公開が予想されておりましたが、そちらも出なかったことから、まあ、このドラクエビルダーズ3ですね、こちらも同時並行で公式が開発を進めていたんじゃないかといったことが予想立てられておりましたけど、結局なんか今年も新作発表がなさそうではありますよね。まあ、てっきり自分もですね、ドラクエの日に何かあるんじゃないかなと思っていたんですが、結局なさそうかっていう。まあ、一応ですね、来月に任天堂ダイレクトが控えておりますから、まあ、そのタイミングで何かしら情報が出る可能性もあるかもしれませんが、ただまあ普通に考えるとドラクエの日に案内するよねっていうところが規定路線かと思いますので、まあドラクエの日5月27日に特に何も触れられていないというところを踏まえると、まあ今年も新作発表がないでしょうね。まあスクエニっていうのは新作発表してから結構ですね、時間経ってから発売するみたいな、まあそういったところが通例となっておりますから、この時点で何も頭出しがないというところを踏まえると、まあ今年中の発売はね、絶望的かなといったところです。で、このドラクエビルダーズ3っていうか、まあこのドラクエビルダーズシリーズって言った方が正しいですかね。1も2もですね、まあどちらかというと、マイクラとかそちら寄りのゲームとなっておりまして、まあ例えば一般的な RPG とは全然違うようなゲーム構成となっております。まあもちろんドラクエ部分もね、ちゃんと踏襲はされておりますが、ただその毛色が違うゲームではあるので、なんかその普段ドラクエをやってる方とか、ファイナルファンタジーが好きだとか、まあそういったアクション RPG、 コマンド RPG が好きだぜっていう方には、まああまり向いていないゲームなのかなと思ってて、結構そのマニアックなゲームではあるんですよね。だから結構これ異色なゲームでして、普段ドラクエやらないとか興味ないっていう方もやっていたりとか、逆にドラクエめちゃくちゃね、普段やってるけどこのゲームやってないっていう方も結構多くて、まあもちろんですね、ゲーマーが多いので全てのジャンルのゲーム好きだぜっていう方も多いから、もちろん被ってる層も一部いると思いますが、結構その毛色が違うゲームとして注目されていたりするんですよね。はい。まあ例えば、あつ森とか、マイクラとかやってる層と結構被っているのかなと思ってて、まあ、ドラクエファンからすると、あまりね、なんだろう、注目をされてない作品かもしれませんが、ただこのビルダーズもですね、1も2もどちらも人気の作品となっておりまして、まあ3も待望されていたわけですよ。ただまあ、ゲームの内容というか、設計的にもですね、まあ、例えばそのドラクエのナンバリングとか、まあ、そういった作品とかと比べると、そんななんか難しい濃いような内容でもないからね、制作時間にそんな時間かかんねえだろうっていうことが以前言われていて、まあビルダーズ3も割と短期スパンで出るんじゃないっていうことが去年一昨年ぐらいに言われていたんですが、結局なんか今年も発表がないので、まあもちろん発売もね、25年度以降になってくるかと思いますので、まあ結構間隔空くんだなっていうのが率直な感想ですかね。まあ、個人的にさすがに今年のドラクエの日濃厚じゃねえかと思ってたんだけど、まあ見送りとなったって感じでしょうか。まあ少なからずスクエニ社内としてもこちらの構想はないっていうこともないと思いますので、まあどちらかというとあるんじゃないと思っており、で出せば売れる可能性極めて高いわけだから、まあスクエニとしても出したいだろうね。まあどういった内容になるかわかりませんが、ただまあ割とね、なんだろう、この手のゲームって結構難しくて、なんかその1と2で結構その完成度が高まってるというか、なんかそのひねるのが結構難しいんですよね。やっぱクリエイトゲームだからさ、なんかベースがもうすでに出来上がってるから、なんかその2からどう派生させるかとか進化させるかってところがやっぱ難しいのかもしんないですね。まあ内容がなんかそのある程度被っちゃうというところもありますからね。うん、まあそんなイメージでしょうか。まあそんなところで、ドラクエビルダーズに関しましては、開発者がまあ、今なんだ、当時の開発者かな。まあ厳密な責任者の方が、
もう今移動されてんだっけ、退職されたんだっけ、ちょっとそこ曖昧な部分があるんですが、いなくなったといった話も聞いておりますから、まあそれが影響して、まだ開発が進んでないというだけの話かもしれませんしね。そう、結構ね、スクエニなんか他のゲームもそうだけどさ、結構責任者レベルの方が退職されること多くないですか。めっちゃ多いよね。なかなかないんじゃない、なんか任天堂の大型タイトルの責任者の方で辞めてる方ってそんないないよね。なんかスクエニってさ、まあドラクエもそうだし、ファイナルファンタジーもそうだし、まあ更迭されるであったりとか、まあ退職されるであったりとか、まあ独立するであったりとか、まあ移動するであったりとか、いろいろな理由があるんだけどさ、まあ本当になんかトップというか、トップに近い人、その意思決定権持ってる方が割とね、いなくなったりするので、ね、なんか結構ブレてるなと思いました。まあそれこそ、任天堂を話をさせていただきましたが、カプコンとか光栄とかでもなかなかないよね。だから結構珍しいんですよね。そんななんか人事がコロコロ入れ替わるみたいなんて。まあ、そういったところもね、影響してるのかなと。まあだからこそなんか、コンセプトがブレるというかずれるというか、そういったところでユーザーからですね、批判が相次いでいたりとか、微妙な反応をされたりとかするのかなと思いました。はい、まあ、あくまでこれ個人的な見解なんですが、そう、ビルダーズ3についてもそうなんですよね。はい、まあ諦めろとか、まあ普通にね、責任者担当者がいなくなっても、まあ、他の方がいるので、まあ大体できるんじゃねみたいなことも言われているし、まあ、そんな難しいゲームでもないだろうっていうことが予想されているので、まあ、自分を作れんじゃないかなと思っているんですが、どうなんだろうね。まあマイクラのパクリって言いつつも、まあ、やっぱり良作っていうようなですね、反応が極めてね、高いゲームとなっていて、やっぱりそのクリエイトゲーってさ、ね、面白いんですよね。で、そのドラクエのクリエイトゲーって本当にこれぐらいしかないわけだからさ、まあやっぱりここのところはモンスターズと同じく、やっぱそのちゃんとなんだろうね、階段を駆け上っていって、一歩一歩ですね、上がっていってほしいなと思いました。まあドラクエビルダーズ3か。けど2ってさ、いつ出たっけ、結構前に出ましたよね。なのでやっぱりスパンとか考えるとね、まあできれば24年発表で25年同発売みたいな、そういった流れが良かったんですが、これ下手すると任天堂スイッチでもう出ずに、あれなんじゃない、任天堂スイッチ2が出たタイミングで、まあスイッチ2と、プレステ5とスチーム等みたいな、なんかマルチプラットフォーム展開される可能性もありますよね。まあ、あくまでこれも個人的な見解なんですが、はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。皆さんお疲れ様でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃの。